はい、どうもワイパー鈴木です。横木です。はい、ということで、はい、今回も、最近入ってきた新着のアイテムをご紹介していきたいと思います。はい、はい、まず最初にイギリス軍の、コンバットカーゴパンツのマルチテレンパターン、スラントポケットが、2タイプですね、入荷しています。はい、何が違うかというと、こちらがアジャスター付きで、ここに絞りがあります。でこちらがなしになりますね。はい、で形自体はあのロイヤルネイビー PCS の、斜めポケットのネイビーのパンツと形はそっくりなので、はい、まあ、あれが調子いいなという方はですね、迷彩バージョンも今回入荷したのでおすすめになっております。シルエットとかも結構似てるから、うん、そうそう、まあ、こっちがそのアジャスターがない分よりシンプルな感じなので、はい、うん、まあ、これが、そっくりですね。あのネイビーのものとそっくりのパターンになっております。はい、やっぱりイギリス軍、横木さんも履いてますけど、まあ、人気のパンツ多い印象ですね。はい、でこれもライトウェイトなんですけれども、生地の厚さとしては同じくらいの厚みになりますので、うん、本当に夏履いていただけるようなカーゴパンツになるかと思います。おすすめです。はい、はい、では続いて、であれだな、前回海外入荷の時に2人で多分被った記憶があります。そうですね。はい、こちらですね、スウェーデンのパイロットサマーキャップのエンブレムありと、なしのものになります。はい、はい、いいですね。まあ、いわゆるフライトキャップなんですか、うん、これはね、まあ、結構あのボア付きのウィンターとか耳当てのキャップ多いと思うんですけど、これは夏用ということで薄手になっているので、うん、はい、まあ、通年通して被れるかなといった感じです。うんうん、ちょっと被ってみようかな。ちょっとジェットキャップっぽいね、うん、形としては、はい、うん、こんな感じで耳当てになってます。はい、めっちゃ軍人さんみたいな。ちょっと浅めかな、うん、でこちらどちらもデッドストックでの入荷になっております。はい、はい、では続いてはですね、こちらイタリア軍、これは確か横木さんと LL ウッド会の時に入荷してきた、そうです、ロングフォーズって言われるような、あのなんていうか、このフォーマルな格好に合わせるならこんぐらい長いソックスっていう風に言われてますね。はい、でこれ入荷時は結構箱にね、綺麗に入ってたんですけど、うん、1本ずつでバラ売りさせていただきますので、はい、まあ、気になる方試しに1本買ってみたら、なかなかこれ質感とかもすごい上質な感じで、うんうんうん、まあ、そういうドレスな感じの格好をされる方はですね、非常におすすめになっております。マココットンですよね。マココットン、あ、書いてますね。はい、はい、コットンのソックスです。はい、はい、で続いてはですね、こちらフランス軍のこのジュート麻袋ですね、いわゆる、まあ、コーヒー豆とかが入っていそうな感じの麻袋になっております。うん、めっちゃおしゃれですね。うん、なんかこうインテリアとか、はい、なんか雑貨屋さんとかに使ってもなんか良さそうですね。なんか本当に適当になんかね、かたすときに、ね、うん、なんか置いとくだけでも全然おしゃれになるかなと思いますね。うん、こう木箱とかに無造作に入っててもなんかそれっぽいというか、園芸とかされる方とか、そうですね、うん、あとなんかリメイクにも良さそうですね。あ、確かに確かに、うん、ちょっとこれからちょっと考えていきたいなと思います。うん、いい感じです。質感がすごいいいですね。うん、ステンシルもかっこいい。はい、はい、そして、今回ですね、最後に、ご紹介するのはですね、こちら、はい、こちら、はい、ポーランドの、こちらはですね、WZ93 という迷彩パターンなんですけど、はい、こちらのいわゆる、厳密にはゴアテックスではないんですけど、防水透湿の生地を使った、セットアップになります。はい、まあ、一応、販売はですね、ジャケットとパンツは別々になっていて、はい、こちらですね。はい、このようにブラックのフリースがついていて、これもちろん単体でも着れるんですけど、あの本当米軍のあのジェネ2のブラックのフリースにそっくりなんですよ。はい、まあ、本当はあの基本的なこの設計思想というか、シェルがあってフリースが取り付けられるっていう意味では、ほぼほぼポーランド版 XX みたいな感じと言っても過言ではないと思います。うん、NW のデジタルカモのやつみたいな感じですね。はい、うん、はいはい、でこれ実はですね、あの近々あのこれも、一つの商品として深掘りをする予定なんですけど、まあ、実際にですね、機能性もテストしてみたんですけど、めちゃくちゃ良かったです。そう、結構体張ってきたんで、これちょっと楽しみにしていてください。はい、もうこちらはね、オーバーオールタイプで自分もちょっと買いました。レインパンツ用として、はい、そうだそうだ、そう、自転車通勤する方、はい、カッパとしてもおすすめだと思います。はい、おすすめです。はい、ビブタイプですね、それ、はい、オーバーオールになってます。はい、はい、いいですよ、これは本当、うん、これは買いですね。はい、自信を持っておすすめできるアイテムになっております。はい、はい、ということで、今回もですね、実物のミリタリー中心に新着の商品ご紹介させていただきました。はい、はい、また次回お会いしましょう。さよなら。